工事屋駅は東京都大田区西工事屋4丁目にある京浜急行電鉄空港線の駅である。駅番号は KK12。駅名は開業当時の地名、工事屋による。工事屋は東工事屋と西工事屋に東西分割されたため、地名としての工事屋は現存しない。工事屋の名称は当駅のほか、工事屋商店街、工事屋幼稚園、 大田区立工事屋小学校、大田区立工事屋中学校といった施設などの名称に名残が見られる。ちなみに、北工事屋は工事屋から分割された地域ではなく、北工事屋町という名称で元から独立している地域である。相対式ホームに面2線を有する高海域で、東西に長い。かつては地上駅部分のみで、南北のホームはこれまで個選挙で連絡していたが、 空港線京急かまた大鳥居間の連続立体交差事業の進捗に伴い2008年9月25日に撤去されたため、改札内での各ホーム間の移動は一時的に不可能となった。2012年10月21日に現在の形となり、改札内でのホーム間の移動も可能となった。改札口は羽田空港寄りに設置されている。k 急かまた投影は、 単線並列区間となっているが、2012年の下り線高架化時に当駅と京急蒲田駅の間に分岐器が挿入されたため、当駅のホームそのものは方向別運用となっている。なお、現在の単線並列と言われる区間は京急蒲田駅構内である。2010年の上り線線高架化時は、単線並列区間が京急蒲田駅、大鳥駅間となっており、 1>, 1階の1番線に本線基準で下りとなる列車が2階の2番線に本線基準で上りとなる列車がそれぞれ発着していた。2020年度の1日平均乗降人員は2万1707人で、京急線全72駅中21位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通り。周辺は住宅地で駅前の空間は 南北ともに狭い。東側に線路と交差して伸びる、おいで通り、工事や商店会があり、テレビドラマや CM のロケーション撮影に使用されることがある。北側には朝6時からの営業と黒湯の温泉で知られる銭湯、河野湯がある。当駅の高架化に合わせて、駅の南側で再開発が計画され、2017年3月に、竣工した。最寄りのバス停留所は、 工事や駅となる。以下の路線が発着し、京浜急行バスにより運行されている。各路線の詳細は、大森営業所もしくは羽田営業所を参照。ありがとうございます。